はい、今回の動画はワードで写真を文章の背景として使う方法をご紹介します。で、ワードでは写真を用紙の透かし模様のような形で背景としてね使うことができます。で、この写真を背景としてね使いたい場合はですね、ちょっといくつかねポイントがありますんでね、まあ、そのポイントを解説をしながらやり方をご紹介します。それではまずはですね、文章の方にその背景としたいね画像をですね挿入する必要がありますんで、まずはですねこの挿入タブのところをクリックをしてもらって、この図グループの中に画像という項目がありますんで、こちらをクリックします。で、今回はですねパソコンにねすでに保存してあるね画像をですね挿入をしてみたいと思いますんで、このデバイスというところをクリックをします。はい、そうするとこの図の挿入というウィンドウが開きますんで、挿入したい写真を選択をして挿入をクリックします。はい、そうするとまずはですね、そのカーソルがあった位置にですね、このね写真の方が挿入されますんで、で、このね挿入した画像をですね背景として使いたいといった場合ですね、まずこの挿入した写真がですね、これもそうなんですけども、少しね濃いめの写真の場合、これをこのまま背景にすると当然文字が読みづらくなってしまいますんで、そういった場合はですね、この写真を選択をするとですね、この図の形式っていうねこちらのタブが開きますんで、この中の調整グループのところにですね、この色という項目がありますんで、こちらをクリックをしてください。はい、そうするとここでね、いろんな、ね、色の調整をすることができるんですけども、こういったね、濃いめの写真をね、背景に使いたい場合は、この色の変更の中にあるこちらですね、このウォッシュアウトというやつですね、こちらを選択をします。はい、そうするとね、こういった形でですね、色がですね、薄くなってですね、この背景にした時に文字がね、しっかりと読み取れるようなね、状態になりますんで、この状態でこの画像を背景にしますんで、このね、画像が選択された状態で、この右上のですね、このレイアウトオプションのところですね、こちらをクリックします。で、続けてこの文字の折り返しの中のこの背面というやつですね、こちらを選択をしてください。はい、そうするとね、こういった形でですね、この文章の背景にですね画像を持っていくことができましたんで、あとはですね、この位置を調整したりだとかね、この大きさを調整したりとかしながらですね、背景としてきっちりとね設定をするようにしてください。はい、といったことで今回の動画ではワードで写真を文章の背景として使う方法をご紹介しましたけども、少し通常のものとは違ったですね、見栄えのいいものをねなんか作りたいななんて言った時はですね、今回ご紹介したねやり方をね覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。